シクロプロパンの曲がった結合を曲がった結合、またはバナナ結合とは有機化学に現れる用語で幾分バナナを連想させる形をした共有結合のことである。この言葉はシクロプロパン C3H6 のような曲がった構造を持つ分子の電子密度や立体配座の説明をするとき、または シグマ結合とパイ結合を考えずに二重結合や三重結合を説明するときに使われる。シクロプロパンのバナナ結合まさに文字通りの描写。曲がった結合は化学結合の特別なタイプで根性軌道の概念を補うために用いられる。曲がった結合はシクロプロパン、オキシラン、アジリジンなどのねじれた有機化合物で見られる。これらの化合物では 理想的な SP3 根性軌道の結合角である109.5度を実現できない。P 軌道性を強くすると60度という結合角を実現でき、この時炭素水素結合では S 軌道性が強くなるので結合距離が短くなる。また、シクロプロパンでは角間の軸と根性軌道の軸とがずれているので、二つの炭素間を結んだ線からずれたところに、 電子密度の最大点が存在する。これが曲がった結合という名の由来である。シクロプロパンでのオービタル間角度は1 0度である。この曲がりは適当なシクロプロパン誘導体の X 線解説により確認できる。歪み電子密度は炭素間の中心からずれている。炭素炭素結合距離は 151PM であり、普通の炭素炭素結合の 154PM より、 短い。シクロブタンはシクロプロパンより大きい範囲を持つが、それでも曲がった結合は存在する。この分子の炭素の結合角は平面灰座で90度、ねじれた灰座で88度となっている。シクロプロパンと違い c C 結合距離は増加していて、これは主に1、3非結合性相互作用によるものである。シクロブタンの反応性は比較的低く、 普通のアルカンと同じように振る舞う。シクロプロパンの構造は曲がった結合を用いたモデルで説明されることが多い。しかし、これを説明する理論は他にも存在し、その一つに、ウォルシュ軌道という概念がある。これは文工学的根拠などを考慮して、分子軌道理論にある程度適用している。ウォルシュ軌道理論では、このモデルは、 シクロプロパンの規定状態ではないと説明される。ウォルシュ軌道理論に修正しようとする試みもあるが、これにはまだまだ多くの批判がある。ウォルシュ軌道は他の分子にも興味深い説明を与える。1930年代、有機化合物の二重、または三重共有結合を説明するために異なる二つのモデルが提示された。 ライナス・ポーリングは二重結合は二つの等価な結合によるものであるとし、それは後にバナナ結合、またはタウ結合と呼ばれるようになった。一方、エーリヒ・ヒュッケルは二重結合をシグマ結合とパイ結合の組み合わせによるものであるとした。ヒュッケルのモデルの方が広く知られ、20世紀後半以降の教科書のほとんどがこちらを採用している。しかし、 二つの説明のうちどちらが優れているのかという議論はまだ存在し、一部の理論科学者は二つのモデルは実質的に等価であると考えている。1996年のレビューでケネス・ B ・ワイバーグは今日得られる情報からでは結論できないが、エチュレンのシグマ、対結合による表現と曲がった結合による表現は等価であると考え続けることはできる。と述べている。 イアン・フレミングは2010年に出版した教科書でさらに深く述べていて、二つのモデルの全ての電子の配分、中略は正確に同じである。としている。ジボランの3中心に電子結合を曲がった結合の理論は有機分子における他の現象も説明できる。例えば、フルオロメタン CH3 回の実験で求めた FCH 結合角は109度であるが、 これは、ベント則に反している。ベントの規則によれば、CF 結合は、P 軌道性を帯びていて、CH 結合は、S 軌道性を帯びているので、HCH 結合角は、SP に根性軌道における120度に近づき、FCH 結合角は、正四面体角109度より小さくなると予想される。この矛盾は曲がった結合を用いて解消される。曲がった。 結合の概念は、合種効果にも現れ、ある痴漢アルカンの合種ハイザの存在や、異常に安定な止水生態のある剣と関係がある、シス効果の説明に用いられる。ジボランの3中心に電子結合も曲がった、結合の特別な形の一つである。ありがとうございます。